奥様は取扱い注意 14.5% と第5話で番組最高視聴率を記録、その後も 12.9、 そしてこの前の第7話も 12.7 と平均視聴率 12% 台をキープしてるわけで、例えばウェブサイトアエラドット11月15日付ではこんな解説が、苦戦するコンクールのドラマの中でオリジナル作品でありながら比較的視聴率がいいのが奥様は取扱い注意だ。人も羨むようなセレブ妻であるはずの綾瀬はるかが実は元工作員だったという意外な設定に視聴者の評判も上々だ。とあるテレビ情報誌の編集者によると、このところ日テレ水曜22時のドラマは女性の内面に焦点を当てたエンタメ作品が多かったのですが、女性のアクションという選択肢で来るとは思わなかった。ドラマの作りはいかにも女性視聴者を狙った可愛い作りで、タイトルも奥様は魔女のオマージュで、ヒロインが特殊能力で物語を解決していくというイメージなのですが、まさかの武闘派アクションというあたりの裏切りが気持ちいいですよね。女性が好むキャラやテーマ設定の上に骨太なアクションを掛け合わせる、これらの原案脚本を手掛けたのが最近積極的にドラマの脚本を手掛けている作家の金城和樹だ。固定ファンの存在と売り上げ部数を見れば視聴率がある程度予想できるということで、小説原作ものが相変わらずドラマ業界では主流となっている。しかしそれがさらに進み、今では最初から作家と組んでドラマを作るパターンもあるようだ。ドラマの担当者は常に映像化できそうな小説を探しています。今はどこも両作品の取り合いですからね。ドラマ化ありきで小説が作られたり、作家が脚本を手掛けることもある。金城さん以外で有名なところだと、高校入試の湊かなえなどもそうです。有名な東野圭吾の探偵ガリレオシリーズもドラマがヒットした影響で、原作などの内容が一部変更されています。しかし売れっ子作家には常に各出版社の文芸担当編集者が順番待ちで並んでいる状態なので、なかなかそこに割って入るのは難しいですけどね、とはとある民放ドラマプロデューサーのコメント。なるほどね。うん。でさらに綾瀬はるかのアクションに関して、同じくアエラドット8月21日付の記事によると、綾瀬はるかといえば天然な性格でおっとりした癒し系という印象も強い。悪人をバトルで懲らしめるという姿があまり想像できないが、そんなイメージとは裏腹に実は綾瀬はアクションも得意なのだという。もともとは体育会系で身体能力も高いそうだ。とある女性週刊誌の編集者曰く、例えば中学時代はバスケ部だったのですが、学年で一番足が速かったそうです。しかも陸上部の顧問の先生から駅伝のメンバーとして引き抜かれたこともあったとか、CM では綺麗なフォームでハードルを飛び越えるようなジャンプを披露していたこともありましたし、運動神経は相当いいと思います。故に激しいアクションシーンにも十分対応できるのでしょう。綾瀬はシリアスからコメディーまで役の幅はありますが、ここ数年のハリウッドのように日本でも女性のアクション作品が増えてくるでしょうから、今後はより重宝されると思います。ふん。ちなみに綾瀬はるか、今回のドラマに際して岡田准一や小栗旬も学んだあの金城和樹お得意の武術カリシラットの特訓も受けた次第。ふん。で物語的にはね、綾瀬はるか演じる伊佐山奈美の夫西島秀俊扮する伊佐山勇気が東京都内にいるにもかかわらず九州へ出張と嘘をつくとか、案の定普通の旦那でないことが明らかになりつつ、うん、まあ安直に考えるとね、勇気も特殊工作員で今は奈美の監視役って感じで、最後の最後にはこの夫婦の
つまり綾瀬はるかと西島秀俊の対決シーンが用意されてるんじゃないかとね。うん。ということで、何はともあれ奥様は取り扱い注意、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。